はい、速稼塾の久保です。今度ね、26日に、公明党の方と対談をするんですけども、これね、一般公開するかどうか全然分かりませんし、見込みはありません。で、今回ねこの動画を上げたのは、皆さんから私を通じて、この政権与党の方ですからね、与党の方に、聞いてみたいことを募集してるんですよね。で、今のところね、いろいろいただいてるんですけども、ちょっと一例を申し上げますね。とにかく生活困窮者への対応支援、医療従事者への対応支援、支援のラインを事業者という分母からもう一つラインを増やして各世帯個人にできないかの確認をしてほしいですと、質問をね募集してますんで、質問をいただけるとありがたいんですけども、これはねちょっと確認をするということで、どういうふうに聞けばいいのかは分かりませんけども、私なりにこう考えてね聞いてみますね。はい、で、反対者にもっともっと説得してくださいと言ってみてください。頑張ってるかもしれないけれど、正直温度差があるということですけども、私もね具体的に何をしているのかまでは知らないんで、まずそこからでしょうね。だからできてないんじゃないかっていうふうな投げかけをすると、やっぱり人は不機嫌になりますので、そういうことじゃなくて、やっぱりね一定の尊重心と、それから共感力を持ってね、まずは心をほぐしていくことから、お互い和解し合うっていうかね、分かり合うことから聞いていこうと思いますんで、その辺ねちょっと私なりに考えながら聞いてみますね。はい、次、このところの自殺者の増加をどのように思いますか。あ、これは分かりやすいですね。はい、これ聞いておきます。はい、こういうふうな形でね、私に質問を代行してさせていただくと助かります。総合支援再延長聞いてほしいです。これも総合支援再延長の何を聞けばいいのかちょっと分かんないんですけども、私なりに噛み砕いてねお話しさせていただきますね。次、12月4日の共同通信の給付金のアンケートでは、500人中8割以上が再給付を望み、金額は15万ということで、そういうのアンケートありましたよね。ただ無数にあるアンケートの一つを引っこ抜いて、これについてどうですかっていうのは、これまた公平性を欠くような気がするんですけども、今回ねせっかくいただきましたので、この記事について知ってるかどうかっていうことと、それについてねどう思うかってことを聞いています。アンケートではたった500人しかサンプリングしてないんで、やっぱりね、標準偏差の原則としては2000人はやっぱりねサンプル取らないと出てこないってところもあるんで、500人をどういうふうに捉えていただくかってところに、ちょっとね一定の疑問符はありますけども、でもねこの通り、聞いてみようと思います。ありがとうございます。で、次、生活保護も給付金が収入認定されないか聞いてください。そうですね、これはちょっとそうですね、政権与党の方ですけども管轄はだいぶ違うと思いますけども、どう思うか個人的な見解を聞いておきますね。はい、ありがとうございます。次、MMT について聞いてみてくださいってことなんで、これも聞いています。少なくともこの公明党の皆さんが同じように考えているってことじゃなくて、たまたま私の目の前にいる対談をさせてくださる、ね、方がどう考えているかになると思いますんで、党としての公式な見解ではないってことを前提に、お待ちくださいということでね。次ですね、医療従事者、運輸、物流関係の方に危険手当の給付、これ危険手当の給付を要求するってことでいいですかね。給付を検討しているかどうかっていうふうな聞き方になりますかね。はい、私なりにまたね分解して聞いてみます。はい、生活困窮者がたくさんいるんだということをお伝えしていただきたく思います。はい、これもねもうご存知だと思うんですよ。具体的にどう困ってどうしてほしいのかっていうところを質問でいただくと聞きやすいんですけども、生活困窮者っていうのは元々の生活困窮者なのか、今回の感染症騒動でそうなってしまったのか、今まで順調だったんだけどもローン破産したりとか、全くコロナとは別の要因でね、自己責任とか、それから博打で負けた、ギャンブルで損したみたいな、投資で損したみたいなことで生活困窮者になったっていうケースバイケースなんでね、どの生活困窮者についてをこう聞いたらいいのかってことを申し添えていただくと非常に助かります。ということで、すいません堅苦しいね聞き方に、私もお話の仕方になっちゃったと思いますけども、私に対する質問だったら今のでいいんですけども、私じゃない人への質問なんで、全然人格とかね性格とか背景とかわからない方に対して、初めてお会いする方に初めて聞くところですから、やっぱり個別具体的にしっかりとね前提条件も伝えた上での質問をしないと、
それこそね、抽象的すぎて話にならないよっていう風になっちゃうと思うんですよ。あとは全然こちらの趣旨がね、伝わらないことになっちゃいます。まあ、今でもね、質問せっかくいただいたんですけども、私もね、何を聞けばいいのか分かんないんですよ、はっきり言って。でこのご質問をいただいてるんですけども、はっきり分かったのは、このところの自殺者の増加をどのように思いますか、これだけなんですよ。すみません、他はね、ちょっとざっくりすぎて、私に聞いてもらう分にはね、全然対話しながら答えれるんですけども、これを伝言形式で他の方に質問するとなると、このいただいた質問の言葉だけでは多分伝わらないと思うんで、申し訳ないですけど、よろしかったらですね、もうちょっと具体的に分解してですね、なんですかね、5W1H ぐらいで、聞いていただくと伝えやすいかなと思います。私なりに解釈して伝えるってことを期待されてるんでしたら、そのようにしますけども、このいただいたコメントのまま伝えると、これ何がなんだか分かんないと思いますんでね、恐れ入りますけども、もしね、こういうことを言ってたんですってことがあれば、もし聞いていただけるとしたら、またコメントいただければと思いますし、久保さんの解釈に任せますよってことでしたら、私なりに、こうなんじゃないかなってことで聞いています。もちろんその場合はですね、希望される質問と希望される答えが、もうこう相互が生まれることもちょっとね、ご認識いただければと思いますので、よろしくお願いします。いや、人に物を聞く、特に人づてで物を聞くって本当難しいですね。はい、ありがとうございました。